茨城県にある日本原電の東海第二原発で重大な事故が起きた場合に備え、水戸市は栃木県内の6つの自治体と避難者受け入れの協定を結びました。水戸市が協定を結んだのは宇都宮市や足利市など栃木県の6つの自治体です。東海第二原発で重大な事故が起きた場合、27万人の水戸市民のうちおよそ4万人が6つの自治体に避難することが決まりました。締結にあたり、高橋康水戸市長は、受け入れていただき本当に感謝したいと話しました。一方で、地震や津波と原発事故が同時に起きた場合の避難対応については、国や県などと連携し実効性を高めたいと述べるにとどめました。水戸市が県外の自治体と協定を締結したのは、前橋市などの群馬県の自治体に続き2例目です。